Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand, for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイ空港社は空港の拡張計画を発表しました。セタン首相がロッブリー券を視察しました。外国旅行者の保険プログラムに5000万バーツの予算が割り当てられる予定です。気象局は今週気温が上昇する見込みを発表しました。それではまず、はじめのニュースです。タイ空港社は空港の拡張計画を発表しました。タイ空港社は、スワナプーム国際空港の拡張と、ドンムアン国際空港の第3期開発に440億バーツを投入する計画を発表しました。タイ空港社のキラティ副社長によりますと、これらの拡張計画は、スワナプーム国際空港のサービスとセキュリティの水準を2019年コロナ禍前の6500万人の空港利用者に対応できるよう向上させることを目的としています。スワナプーム国際空港は、ターミナル1の離着陸の処理能力を、現在の1日50便から2ヶ月以内に120便に、さらに今年末までに400便まで増強する計画です。またタイ空港社はスワナプーム国際空港の東側拡張工事を開始する予定であり、これは東側の旅客ビルを拡張し、年間1500万人の乗客に対応していきます。このプロジェクトは80億バーツを予定しており、入札の受付は今年5月に開始されます。さらなる投資として、ドンムアン国際空港の第3期開発に360億バーツが割り当てられる予定です。第3期の開発では、国際線の新しいターミナルの建設と、第1ターミナルビルの改修が行われ、空港の年間利用者数を3000万人から5000万人に引き上げることを目標としています。この重要な開発の入札は今年後半に受付が開始される予定です。次のニュースです。セタン首相がロッブリー券を視察しました。セタン首相は2月9日、ロッブリー券、ラムソンティ運河の堤防の浸食防止を目的とした堤防工事の進捗状況を視察しました。堤防の工事はワット・シンハラムの景観向上にも努めるものです。この地域は毎年の洪水と干ばつにより繰り返し起こる問題に直面しています。この堤防工事の完成により安全性が強化され、湖岸地域の環境の悪化を防止、緩和することが期待されています。
ロプリー県では2月9日から2月18日にかけ、ナライオ再臨祭2024が開催され、セター首相は護岸工事の視察後、この祭りの開会式に出席し、歴史行列にも参加しました。この祭りは歴史的なナライ王宮とその周辺の遺跡で毎年行われるものです。ナライ王が統治していた17世紀の歴史的に重要な出来事を再現する演目が行われることで有名です。期間中は毎晩夜8時から入場無料で文化パフォーマンスが行われました。文化パフォーマンスのリハーサルや実際の様子は、タイ政府観光庁のロプリー事務所の Facebook ページで公開されており、参加した人や遠くから参加できなかった人も当日の雰囲気を味わったり、祭りに関する詳細を見ることができます。ナライオ再臨祭りは、タイで最も有名な君主の歴史遺産を観光客に実際に体験してもらう祭りで、タイ政府観光庁が紹介する2月の文化カレンダーのハイライトとして取り上げられています。タイ政府観光庁のニュースサイトでは、タイ全土で開催される文化イベントやお祭りを毎月紹介しています。次のニュースです。外国人旅行者の保険プログラムに5000万バーツの予算が割り当てられる予定です。観光スポーツ省はこのほど、今年1月1日から8月31日の期間用として、外国人旅行者がタイ国内で事故に遭ったり、死亡したりした場合の保険プログラムに5000万バーツの予算を割り当てていると説明しました。スダーワン観光スポーツ大臣によりますと、今年は3500万人余りの外国人がタイを訪れると見込まれていますが、過去5年間に外国人旅行者保険から支払われた保険金額から判断するに、この期間用の予算は5000万バーツで足りるはずと説明しています。この保険プログラムで支払われる保険金は、死亡の場合100万バーツ、負傷の場合最高50万バーツとなっています。一方、今年4月のソンクランフェスティバルは3週間にわたってお祝いされる予定です。チャイ政府報道官は、政府が4月13日のタイ旧正月を祝うソンクラン祭りをワールドソンクランフェスティバルと銘打って、4月1日から21日にかけて開催し、数々の関連イベントを全国各地で行うことになったと明らかにしました。これはソンクラン祭りがこのほどユネスコの無形文化遺産に認められたことに伴うものです。文化省にはすでにユネスコから文化遺産認定証が届いています。ソンクラン祭りの無形文化遺産認定はプラユット政権下の2020年3月に初めてユネスコに申請されていました。次のニュースです。気象局は今週気温が上昇する見込みを発表しました。気象局は上空の寒気が減少するため、タイ全土で今週気温が3度から5度上昇する見込みであると発表しました。特に北部、東北部、中部、東部地方では暑くなると予想されています。北部と東北部では3度から5度気温が上昇し、20% の確率で雨が降ると見られています。中部地方でも気温は3度から5度上昇し、最高気温33度から37度、降水確率は 10% から20% で、平地では突風が予想されています。東部と南部の東側でも気温が 20% 上昇し、降水確率は 10% から30%、南部の西側でも雨が降る見込みで、気温は31度から37度となっています。バンコクとその周辺でも気温が3度から5度上昇し、10% から20% の確率で雨が降り、気温は32度から37度の予報が出ています。メイホンソン県やウッタラビット県、スコータイ県、ターク県、ウドンタニー県などの特定地域では、最高気温が44度に達する可能性があるとして警告しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイ空港社は空港の拡張計画を発表しました。セター首相がロブリー県を視察しました。
外国人旅行者の保険プログラムに5000万バーツの予算が割り当てられる予定です。気象局は今週気温が上昇する見込みを発表しました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.